米さん、婚約おめでとうございます。ありがとうございます。改めましていかがですか。まあ、1ヶ月近く発表からは経つと思うんですけれども。はい、特に何も変わらないです。はい、いつも通りに過ごしています。入籍とかって何かなんとなく決まったりとかするんですか。いや、まだタイミングが合えば、はい、来年ぐらいにはしたいなと。12歳差ということですけど、こう年齢差感じるようなことってあったりしますか。いや、感じないです。感じないです。だから、はい、何も感じなくてはございません。お料理がすごく美味しいっていうような僕は記事でちょっと拝見したんですけど。料理は美味しいです。これ全く舞台と関係ないです。ちょっと皆さんちょっと申し訳ないです。カエさん、佐藤さんすごい幸せオーラの前の佐藤さん隣にいらっしゃるんですけど、はい、なんか羨ましいなとか。いや、もうオーラ吸い取ってます今。自分も続きたいなみたいなのないですか。自分も続きたいなみたいなのないですか。そう、いつか、はい、いつか、はい、はい、ありがとうございました。では以上で終了とさせていただきます。